あ、ちょっと違いますでしょ。In the house, in the house, in the house。 よしおぶいろぐです。こんばんは。本日はサバゲー動画になります。僕の持っているガスブローバックハンドガン、そして世の中にも今 CO2 ハンドガン、ブローバックガンというものがあります。その違いをもとに、初心者でもガスハンドガンとは CO2 ハンドガンとは違いのもと、そしてその銃のもと、銃の強さ、音、そしてリコイルの強さというのを確認しながらですね、初心者でもこれから欲しいものが出てくるような、そんな動画にさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。そして本日は仲間のハセピーにガンを持ってきていただいたんで、僕の銃と比べながらどんな感じでこれがリコイルが強いのかっていうお話をさせていただきたいと思います。それではハセピーさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ハセピーです。本日はですね、 41PX に行って、なんだっけ、 SSG1 っていう新しい銃を見に行くってことを打ってきたんですけどね、ちょうど売り切れてて、なぜか俺が BS ホースと CO2 ガスブローバックを買ってしまうっていう。なぜか買ってしまうっていう。例えば、売ってなかったからしょうがないですよね。で、本日は、この、まあ、ガスブローバックの、これガスガンじゃないですか。はい、で、サバゲーわかんない人、まあ、昔のガンでさ、こういうガスを入れて、子供の頃からあったと思うんですよ。ガスをチューって入れて、このマガジンの中に入れることによって、弾が撃てるもの。で、今、弾入ってないんですけれども、一応ですね、こんな感じで。これがガスブローバックのハンドガン。そして、世の中には CO2 ハンドガンというのがあります。ガスブローバックは、夏場はさ、ガスなんで、冷えることがないから、ものすごく撃てる。夏はガス風呂の季節っていうことがある通り、夏は活躍するんですけれども、これから冬になっていくにつれて、ガスはめちゃめちゃ弱いんだよね。弱いですね。そして本日は、まあ、ハセピーのお持ちいただいた、これちょっと僕が欲しかった、ですね、カーボネイトっていう銃ですよね。カーボネイト。の M45。M45。こういうふうに中にですね、CO2 のボトルを入れるんですよ。で、このボトルっていうのは、だいたい1本100円前後ぐらいで売ってるんで、これでだいたいマガジン2マガジンぐらい。100発撃てるぐらいが撃てる CO2 を使っていくことによって、冬場でもバンバン撃てると。撃てます。で、なおかつ、この CO2 のハンドガンというものは、今撃ったさ、このガツンってくるブローバックがすごいんでしょ。そうですね。ちょっと撃ってみていいですか。あ、どうぞ。これが僕が最近ちょっと欲しかった、カーボネイトっていうガンですね。はい。ではちょっとマガジン入れさせていただいて、普通に引いて、で戻して引いて、あ、戻して撃ちますよ。リコイルがすごいってことで、おお、すごいです。マジっすか。まだ撃てます。おお、え、すごい、なんかしてるこれ。いや、これは特にノーマルですか。ほぼほぼノーマルです。ちょっと俺カーボネート欲しいじゃないですか。え、待って。で、今日俺が購入した、バトンですね、ハイキャパ。で、バトンのハイキャパ、これ形がめちゃめちゃかっこいいっていうことで、俺前から欲しくて、このカーボネートちょっとすごい迷ったんですよね。だけどカーボネート売り切れてて、バトンが売っているということで、今日バトン買っちゃったんですけれども、バトンも一応これも CO2 入れてあるんですね。同じ瓶 CO2 が入ってるもの。リコイルがどうかって話ですよね。そうですね。どうくらいかっていう。うん。いきますよ。あ、ちょっと違いますね。ちょっといい？いいですか。はい。じゃあ、いきます。おお。これもなかなか同じだね。はい、結局さ、せっかく CO2 を持ったからにはリコイルの強い方が欲しいじゃない、はい、で、もちろんガス風呂と違ってこう打った時のこのガスの反動でさ、うん、どうしてもこうブレるから、命中精度ってものはリコイルが強ければ強いほどずれるんだけど、もうこれ全然ガス風呂本当
初めてとこのリコイルがすごいなと思ったんだけども、こっち打っちゃうとダメだわ。打った後なんかもうガス風呂がちょっと、これちょっともう本物かもしれないっていう。え、すごいよ、やばいですよ。あといいっすね。ちょっと待って。あ、あのね、分かった。ほぼ一緒なんですけど、ここの握りが細い分、うん、こっちの方がグンってくるんですよ。あ、なるほど。だから強いように思えるけど、ほぼ一緒。なので、あとはまあ見た目で、で重さっていうものも、俺は全然重み一緒ですね。かっこいいわ。バトルでもいいですね、やっぱり。だから見た目ですよね、どっちがいいかって話するとね、うん。一応ここにレールもついてるから、あの俺のブラックホークのホルスターもここアタッチメントつけないと入らないからさ、それもできると思うんで、でまあ、あとはジョンウィック的なその形、ここ多分いろいろ前に俺が持ってたコンバットマスターと似てるんですけども、これはこれでやっぱり本当にかっ、うん、いいですね。いやかっこいいです、はい、なのでこのガスブローバックとちょっと持ってもらっていいですか、はい、この CO2 ハンドガン、CO2 ハンドガンとガス風呂ハンドガンの違い、まあこれからもし購入していくんであれば、うん、間違いなく CO2 ちょっと楽しいです。そうですね。で、なんか、うん、今後はこのガスが使えなくなるっていうの、要するにあの地球から消えていくってことでしょ。そうですね。うん。だからこっちにしてっても全然ですね。基本的にこの CO2 を初めて打った時っていうか、もう打つ時に、うん、この感動っていうか、あの普通に例えば家の中で打ってもやばいよ。ただ音がすげえでかいんで、ちょっとあの周りに迷惑にかかんないようにやっていただいた方がよろしいかと思います。それが今日はガスブローバックハンドガン、ちょっとさすがにこの弾は打てないんで、音と形だけでちょっと判断させていただいてますが、はい、カーボネイトですよね。そうですね。うん、形もかっこいいし、この細身な感じがいい。これ色がいっぱいあって、ゼタトイーグルバージョンとかさ、いろいろあるじゃないですか。あるね。はい。これはすごいよね。シンプルだけどいい、ね。うん、シンプルイズベストです。めちゃめちゃかっこいい。で、これが、バトンですね。バトンはでもそんなに重くないんですよ。形がごついっていう感じで。うん。グリップ太いとその分、打つときに構えやすいかもしれないですね。そうですね、うん、でこれがこれ本当軽くなっちゃってるんだけど、まあ、形はかっこいいですよね、うんうん、全然いいです、はい、FNX45、はい、ちなみにこのバターもこのサイトつけられるようなんで、後でちょっといじってみようと思います。はい、それではですね、本日は3つの銃比べさせていただきましたけども、これからもですサバゲの動画さまざまやっていきます。でもしかしたらハセピーがですね、また新しい銃を買ってしまうかもしれないんで、そしたらこのチャンネルでご紹介させていただこうと思います。本日は最後までご視聴ありがとうございました。それではこのチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。 I'll be back。And the bottle of wine, gonna hold you tonight.